とうございました。見てくださいましたか？もう楽しかったです、めっちゃ。ちなみに今食べているのはスンドゥブチゲのカップ麺です。スンドゥブチゲ食べてます。思ったより辛い。公園楽しかった、楽しかった。お、自宅到着した、よかった、無事に、よかったよかった。もちろん見た、ありがとうございます。昼公演ありがとうございます。ハートありがとうございます。キラキラ推しの輝きありがとうございます。ペライト見ながらやばいやばいやばい。16人公演ね、初めての動線とか難しかったけど、でもみんなで立てて心は17人で楽しかったです。推しの輝きありがとうございます。神ありがとうございます。思ったより辛い、めっちゃ。神ありがとうございます。推しの輝きありがとうございます。ずっとレッスン送ってる。もちろんハートありがとうございます。神ありがとうございます。推しの輝きありがとうございます。はい、いろんな曲できたんですけども、え、ルミナリエいいね。今からルミナリエ最高ですね。絶対綺麗やん。楽しかったです。結構やったことある曲が多かったり、理不尽ボールとかやったことなかったんですけど、片思い、私的にはエモいなと思ったのはな、まあエモい曲何倍とかあったけど、こう個人的にあおーと思ったのは片思いかな。片思いは新しい序列の方でやったので、前13周年ライブかなんか、何やったっけ、なんかのライブでやった時よりも1列前になってたので、それが上がったんやなって実感しました。1列前になりました、個人的に。まあ、昔のまんまの曲も多かったからあれやけど、昔のまま変えずにっていうのも一回やったことあるやつとかは多かったけど、ハートありがとうございます。落とし穴、落とし穴ずっとやりたかったからやれて嬉しかった。落とし穴大好きなんですよ、 B2 さんの。推しの輝きありがとうございます。ダルマありがとうございます。手羽先いいな、美味しそう。あとリュージンボールも4番手で嬉しかったね。研究生でやったリュージンボールっていう曲はいつもの公演のままだったので、あんなに前で踊ることなかなかなかったのに、うん、キウキ密着思い出して部屋で泣いてました。ステーキいいな、ステーキ。あ、電車のやつですか、ヘッドマーク。ゲームのハートありがとうございます。落とし穴落ちましたか？落とし穴好き。そう、今度またまたミニチカッパ祭、今回は研究生での出演になるんですけど、研究生で出演できるということでありがとうございます。スンドゥブ食べてます、スンドゥブ。辛いのは得意です、ちょっと。そう、得意、意外と得意、自分が思ったよりは得意でしたけど、やっぱ辛いね。チカッパのメド、チカッパの曲いっぱいありましたよね。チカッパの衣装でチカッパの曲いっぱいあって、好きな虫とか、あれはチカッパ思い出して楽しかった。
キラキラ星ありがとうございます。ハートありがとうございます。あ、タリーズいいねハートありがとうございます。そう、高根のリンゴ、そう今回は高根のリンゴ初めてやって、いつかはやると思ってたんですけど、でももう一回踊れたら本当に楽しくずっと踊っちゃうくらい好きなんです、高根のリンゴ。でも自分が思ってたよりは難しくなかった、もっとややこしいと思ってたんですけど、でもかっこよく見せるのはやっぱ難しいけど、推しの輝きありがとうございます。神ありがとうございますね、名曲本当に高根のリンゴは。お前もうすぐ豆まきですね。次は佐伯ちゃんの生誕祭30日の公演ですね。ね、リンゴを食べるパートいつかやってみたいです。でもそんな近くにってやれたの嬉しかったです。上西圭さんポジだったので、そんな近くに、あとこれ払うやつで気持ちよかったあれもう出てるのか、生誕祭のトラック。ペンライトありがとう、あ、タオルブンブンありがとうございます。推しの輝きありがとうございますマリオ&ヨッシーね、マリオとヨッシーです。はい、あ、モバイル枠は当落出てるんですね、ありがとうございます。みんなで、あ、当たった、ありがとうございます。みんなで聖輝ちゃんのことをお祝いしましょう。30日、片思いよりも思い出を、 ありがとうございます。よかった、楽しかった、あれあれ好きあれ好き。でもやってみたかった曲がいっぱいできて嬉しかったです。ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。推しの輝きありがとうございます。あ、比較的見える席で前に吉見が来て多くて高まった、ありがとうございます。いっぱいコールも聞こえて、ペンライトもいっぱい見えて、生誕ティーもいっぱいいて嬉しかったです。いっぱい振ってくださって、ハートありがとうございます。わー、確かにもうすぐ節分だね。昼公演前にもう完売だったんだ、旧期新 T シャツ。そうなんですね。でも私たちも新 T シャツ着れて嬉しかったね、ペンライト思いっきり振ってくださってありがとうございます。 DMM でコールもありがとうございます。ハートありがとうございます。神ありがとうございます。なぎち神ありがとうございます。ネモースやったっけ、推しの輝きありがとうございます。明日は21時から、ショールームは何時の予定してないっけ、21時かな。でもルーム数は21時半から、あ、明日、そう、1月の誕生日会ちょっと月末になってしまったんですけど、明日は21時半からルームスしますので、ぜひ遊びに来てください。1月の誕生日会します。そして今日の公演もまたゆっくり話しましょう、みんなで。あ、恵方巻きは私も、あの恵方巻きはもう絶対食べる。種巻きはあのちょっとするけど、恵方巻きの方が楽しみにしてる毎年。いつも手作り海鮮巻きを作るのが吉見家のルーティンっていうか、大幅に外した。私もでも予想してたのとは違った。あの僕が負けた夏とかやるかなって勝手に思ってたんですよ私。神ありがとうございます。
あ、そうなんや、そうなんや、通販も再販も、再販か通販か出ること祈ってます。 T シャツね、推しの輝きありがとうございます。トートリーありがとうございます。海鮮大好きゆちみ、そうなの神ありがとうございます。わー、誕生日プレゼントよかった、ハートありがとうございます。ね、黙って最後まで、私は絶対守りたい派です。そういうの絶対黙ってそっち向いて絶対食べたい派絶対守る、いつも。ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。恵方巻きも作ります。絶対海鮮手巻き寿司を手作りで作ります。でも私だけなんですよ、静かで食べるの。ママたちは、ママとかパパとかは途中で喋る。私は絶対一口で、一口じゃない、一口で無言で食べないといけないじゃないですか、確か。私は必ずって感じ。でもママとパパは気づいたら喋ってる一緒くるくる回って食べられへんやん。そう、緑のペンライト、そう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 、昼公演も夜公演も、あとアンコール明けも、わ、ツイッターに書くの忘れた、言いたかったのに。緑のペンライトありがとうございました。本当にツイッターあげたので見てください。久しぶりに高一チーズで写真撮れたのが私的に嬉しかった。大体でいいや、わかるハートありがとうございます。年の数だけ豆ね私はまだ全然食べれる、少ないくらい、16個じゃん。あ、男女読みします。ちょっとすいません、今日はね15分しかできないのだから、また明日の配信で、ね、ゆっくり喋りましょう。明日の配信時間はルームスは21時半からなんですけど、ショールームはまたお知らせします。13位ブリトロさん、ありがとうございます。12位ナオさん、ありがとうございます。11位ナサヤさん、ありがとうございます。10位サイモンのジョーさん、ありがとうございます。9位みものさん、ありがとうございます。8位しんのすけさん、ありがとうございます。7位竹丸さん、ありがとうございます。6位森竹ちゃん、ありがとうございます。5位みょんさん、ありがとうございます。4位ヨンさん、ありがとうございます。そして3位はドゥルル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 ン、揺れてる F さんでした、ありがとうございます、ありがとうございます。そして2位はドゥルル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 ン、桂さんでした、ありがとうございます、ありがとうございます。そしてこの配信の1位はドゥルル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 ン、たつまきさんでした、ありがとうございます。ちょっと微笑みありがとうございます。ゆっくり休んでありがとうございます。今日はねリハーサルもいっぱいしたから4公演分踊りましたね。ゆっくり休みたいと思います。達成感と余韻マジで皆さんも来てくださった方も DMM 配信で見てくださった方もありがとうございました。明日の配信時間またお知らせしますので、ぜひ遊びに来てください。ルームスは21時半から1月の誕生日会します。15分まだ経ってない、すいません、今日ねもう出なきゃいけなくて、15分ぴったり飲まなきゃいけないの。まだまだ語りたいことはいっぱいなんだけどゆっくりしてありがとうございます。ルームス21時半から、ショールームは朝か夜かな、21時かな、よろしくお願いします。お待ちしてます。また明日、あ、やばい、いいとも、ありがとうございます。やばいやばい。では終わります。またね。ありがとうございました。またね。